この技術もある意味敵基地の無力化に資する重要な分野と言えるだろう。あらゆる分野で着実に抑止力と防衛力を向上させていくことを期待するばかりである。産経ニュースの記事から防衛省が各国軍の部隊運用の基盤である人工衛星の電波を妨害する能力を備えるための研究に着手したことが2021年9月21日分かった。音声や画像、映像データを中継する衛星通信と衛星利用測位システム GPS は地球上と衛星の電波の送受信で機能しており、妨害による電波遮断で敵部隊を機能停止に陥らせる装備の保有を目指す。宇宙領域で先行する中国とロシアを念頭に置いた攻撃機能の研究が具体化したのは初めて。自衛隊や各国軍は自国部隊と装備の位置情報を把握したり、ミサイルを精密に誘導したりするのに、米国が運用する GPS や中国版、ロシア版の GPS を活用している。遠方の部隊への通信中継や指揮統制は衛星通信が支えている。衛星電波への妨害能力の研究は海上自衛隊が2月護衛艦の EA エレクトロニックアタック電子攻撃能力向上に関する調査研究との名目で三菱電機に依頼した。電波探知妨害装置と衛星通信装置などの機材に関する技術情報の収集・分析を求め、開示は今年度末をめどに研究成果を受け取る。海上幕僚監部は研究について対象脅威に対する妨害能力向上に資するものと説明する。一方、宇宙分野を統括する防衛省戦略企画課によると、研究は海自護衛艦の衛星通信装置などが他国軍の妨害を受けた場合、どのような影響があるかに主眼を置くという。各国軍の妨害手法を検証し、それを参考に自衛隊の妨害能力の保有につなげていく構想といえる。衛星電波への妨害は実例がある。2018年に北大西洋条約機構 NATO の大規模軍事演習がノルウェーを中心に行われている間、同国などで米国が運用する GPS の電波が妨害を受けた。GPS の電波には時刻と位置情報が含まれ、それを受信することで地球上の物体の位置を測定できるが、妨害で民間航空機の運航にも危険が生じた。妨害は北極圏のコラ半島を拠点にするロシア軍部隊が関与したとされる。中国も衛星と地上の通信を妨害する装備を開発し、中ロは米国とその同盟国の宇宙利用を妨げる能力を強化している。開示の研究はこうした実例や中ロの装備と妨害手法を分析し、衛星と地球上の間で送受信される電波に護衛艦から同じ周波数の電波を照射するなどして渾身を起こさせる攻撃に必要な装備の保有につなげる。以上が記事の内容。ここからは試験になる。この分野も強いて言えば敵基地無力化の一端と言ってもいいだろう。電波を扱うからには電波法の改正も同時に行わなければならない。ただし、現状の日本は防衛分野における産官学共同の協力姿勢をタブーとする先進諸国の中では唯一の国といえる。JAXA のはやぶさとはやぶさ2が遥か彼方の惑星に着陸し、土を採取し、そのカプセルをピンポイントで地上に帰還させるなど、世界中でどの国も成し得ないことをやってのける技術力を持っているのが日本である。かつて我が国は先端技術や素材分野においてはトップリーダーとして世界を牽引してきたが、ビジネスを優先するために人件費の安い海外に製造拠点を移し、新しい技術研究に対する研究費の削減と研究員の報酬を削っていった挙句が、海外からのヘッドハンティングにより多くの研究員がその技術とともに流出した。さらに政府が運営する学術会議が軍事に関わる研究をことごとく否定しながら、自らは中国で軍事産業に協力するなどの振る舞いを放置してきた政府の責任は大きいと言わざるを得ない。軍事用に開発された後、応用技術が民需に生かされているものは世界中で多く存在し、その逆もしかりである。今後、日本が産官学一体となって人、金、時間に投資して研究開発すれば、再び技術大国日本を取り戻すことが可能であることを信じるばかりである。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、エレクトリックアタックか、ミサイルやドローンの電子機器破壊するのかな、今後は必要だろうな、今から調査研究とかだいぶん不安、衛星からマイクロ波打たれてるんだろうな、能力向上のための調査で能力取得のためではない、なんで嘆きコメントが多いの、漢字が読めてないから。毎度自衛隊が遅いとか言っている人は普段自分では何も調べていない人でしょう。学術会議を潰せばこういう研究が一気に加速しそう。素晴らしい。日本人の命を守ってくれ。高市のが正解じゃった。今さら調査研究とか20年遅れで、やっとそこですか感しかないな。今の時代は海を守るには潜水していないと無理。アメリカの空母でも浮いていれば速攻で撃沈する。三菱にそもそも調査能力がないだろう、わら。三菱か。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。また、グッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。